ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は木津川市梅見台にございますペット飼育課の 1LDK の賃貸マンションラウレンの2階を紹介させていただきます。まずこちらがリビングとダイニングのスペースですが、こちらはこのように大変広くなっておりますので、こちら側にダイニングテーブルを置いていただきまして、そちら側にソファーやテレビなどを置いていただけて、ゆったりとくつろいでいただけるスペースとなっております。こちらのリビングのスペースには、このようにエアコンが最初から1列ついておりますので、安心して使っていただけます。また、バルコニーの方もしっかりとした広さとなっております。このように、日当たりも大変よく、お洗濯物も十分乾きます。そしてこちらの、リビングのスペースにもこのように大きな収納の方がついておりますので、こちらの方は高さが変えれる便利なタイプとなっております。そしてこちらがキッチンとなっております。キッチンは人気のカウンターキッチンとなっておりまして、かなりこのようにワイドなキッチンとなっております。二口のガスコンロを置いていただきまして、調理するスペースもしっかりとございます。シンクもこのように広くなっております。また収納の方もですね、こちら下の方にたっぷりとございますし、上の方にもこのように収納がございます。冷蔵庫などはキッチンの後ろにしっかりと置いていただけるように、このようにスペースが十分ございます。またリモコン給湯の方もこちらですね、手の届くすぐのところにございますので、こちらの方で温度変更していただけます。そしてこちら出ていただきまして、すぐのところにこのように、棚もございます。こちらコンセントもございますので、固定電話などを置いていただけるようになっております。そしてこちらが共用廊下側の洋室となっております。こちらの洋室にも、エアコンがしっかりとつけれるようになっておりますので、安心していただけます。また収納の方もですね、こちらこのようにたっぷりと収納がございます。こちらですね、こんな感じで、中にはですね、このようにタンスが入っているものもございますので、大変便利に使っていただけます。こちらの洋室出ていただきまして、こちらですね、ウォシュレットタイプのお手洗いとなっております。こちら見ていただくとお風呂などがございます。まずこちらお風呂の方も十分な広さがございまして、浴室乾燥機の方もついております。お風呂出ていただきますと脱衣所となっておりまして、室内の洗濯機置き場とこのように独立の洗面台、こちらはシャンプードレッサーとなっております。そして最後は玄関ですが、玄関にもしっかりこのように上下に下駄箱があって、靴もたっぷり収納することができます。はい、それではお部屋の紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。